攻撃あるのみと言っております。さあスリーファンクの右、あフライングボディアタック、北を制したフライングボディアタック、やっぱり強いものですが、今日はビッグボス鶴田、このジャンボ鶴田がかけて世界のベルトに今挑んでいるところであります。なお今リングサイドでは業者のリングアウト負け PWF としてなって対決です。竹内さん、はい、はい、竹内さん、鶴田選手は完全にあれですね、読みがさあ苦戦を強いられており、中中にね、の関節を取る技、徹底的にジャンボ鶴田の左を振っております。そうですけどね、とにかく大変なしつこくりすることになっております。鶴田さんの皆さん、どうぞお楽しみ願いたいと思います。ところスタミナでは絶対と鶴田が立つキビキビしてますね、はい、やっぱりいいレフリングね、この黄金カードにふさわしいスペースを日本のファンに伝えてくれと、こういうふうにということなんでありましょう。そうでしょうね、見事なレフリングぶりであります。テリーファン、まだ世界チャンピオンニックの攻撃で、さすがにテクニシャンですね。ジュニアが引退した後けれども、今日はしかしなりますね、やっぱりニックのうまさと勝負に勝てないで、ね、AWA の鶴田が飛びました、ジャンピングにインパクト、次あたりが一つの山になるかもしれませんね。これはあの奥の若、反対に今度はまた技の切り替え、行きそうだ、わっと高かったですね、本当ですね、ドライバーを打ちます。さあ日本人として初めて世界のベルトを取れるか、わっとそれによって絶対に逃がさないことですね。そうですね、みんな老快さを戻してますよ。あさあ両戦場外にもトップ、そして飛び交いました、はい、ジャンボ鶴田圧倒されてますね。勝負は今20分が、なんとか道を見つけてほしいですね。スモールパッケージホールド、ここで最後入れ替えるか、さあ相手を撹乱する鶴田、うまく振り向けたま、鶴田先に手を出してバックを取る、やですからやはりね、あの、それは一つのミッそうですか、しかしここに来まして再びニックが攻撃、体を合わせます、体をリング自ら気合を入れる、振らわせました。鶴田は攻めどこですね、によります防衛は許さ、さあ鶴田が突っ込んだ、さあジャンボ鶴田です、ジャンボ鶴田が、ジャンボ鶴田が、どうでしょうか、目が今本当にね、はい、あの一瞬綺麗に見えたけど、ニックボックインクル、さあ木の糸口打ちまくる、相手の耳のあたりですね、ここでさあダブルアームスープレックス、爪のスープレックス、サイドスープレックス、フルールであります。あくまでも世界の王座は移動いたします。かなりダメージを受けている、ジャンピングニーバットがドラップ結果、ドラップ正面からパイルドライバーで攻め込んでまいります。なかなか世界のベルトは取れません。ならも攻める時にはスピードがありますね、もうスタミナ選手もインターのベルトをかけておりますので、上がりました、やってきました、エプロンサイドから、そしてインターヘビーも奪うか、そういう流れになってまいりました。ニック好調、ニック好調、あー危ない、ベルトも奪われます、後ろブレンバスター、危ない、後ろに回った、バックドロップ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 、完璧、鶴田勝ちました、鶴田勝ちました。